はい、お久しぶりです。ゆうき長谷川 Vlog ということで、結構ね撮りだめてたんですけど、これは5月6日の映像ですね。あのね、まあ今見てわかるよ、ちょっと血のパン履いてね、この日は初めて日雇い派遣バイトというものに挑戦した日でしたね。ドキドキしましたけど、これがその派遣の場所、これがね7時からだったんで、まあ家を6時ぐらいに出たのかな、5時前に出たのかな、結構早めに出て、15分前集合とかだったんで、でこれお昼ですね。本当おにぎりね握っていこうかと思ったんですけど、もう時間なくてコンビニで買いました。おにぎり食べて、まあコーヒー飲んだりして、まああの派遣の人は2人しかいなかったんで、僕含めて片方の方が公園でご飯食べてくるんですけど、一人で優雅にお昼を食べました。で、これ終わりですね。仕事が、4時に終わったのかな。4時に終わって、帰り道に、ちょっと冷たいアイスコーヒーでも飲みたいなっていう感じで。いや、すがすがしかったですね。なんかこの、労働の後のアイスコーヒー、最高でしたね。開放感ね。最高でした。で、なんかもう最高すぎてね、もう、ほら、もう手もね、怪我しちゃって、指も。もう、慣れないことした問題だからね、手もね、怪我しちゃってますね、彼は。かわいそう。で、歩いて帰るみたいな感じになりまして、いいフォントのマンションだなと思って、見てましたけど。結構歩いたんだよな。幻冬舎も見つけてね。こんなとこにあんだみたいな。いや結構その派遣のバイトっていうものがね、初めて、バイト自体がねもう10年以上ぶりだったのでね。でもう40ですから、40の、あ、猫見つけた、猫見て、ほら猫見つけましたよ。この時僕かわいいでしょ。まあ猫はまだどうでもいいんですけど、まあ日もね、夕日も綺麗でした。なんかこう労働の後の夕日は最高でしたね。ちょっと今ね、ノートの方に、ノートっていうサイトがあるんですけど、そこに記事みたいに、ブログみたいに文章書いてるんですけど、そちらの方にね、あ、夕飯の豚しゃぶということで、そちらの方に、どんな感じで働きたのかとか、いろんなことを記事で書いてますね。よかったら読んでみましょう。変化。読んでみてください。まあ、概要欄に貼っときます。URL。ご視聴ありがとうございました。ちょっとまたちょくちょくアップしていきます。ちょっと動画がいっぱい溜まっちゃってるので、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。